はい、どうも皆さん、トライアングルです。鬼滅の刃、19巻まで3週目のトライアングルでございます。はい、もうあのレンタでずっと見てる。はい、なんだろうね、なんか19巻終わったらなんか即また次の1巻また見たくなる、この症状なんでしょう。はい、で今回なんですけど、ちょっとね、今回はもしかしたらちょっと、おいトライアングルと、お前ちょっとクオリティちょっと雑じゃないかって思われるかもしれないんですけど、あのね、その理由ちょっと言い訳タイムいいですか。言い訳だけさせていただきたいんですけど、あのネタバレになっちゃうから、なんか最初の数巻ぐらいまでのしかなんか作っちゃダメみたいな、なんか気がしちゃって、だから僕今まで結構マリオメーカーでも、まあ煉獄さんはちょっと出しちゃったけど、他の柱の人の講座作ってなかったんですけど、次回からもしかしたらあのマリオメーカーの前にネタバレ注意って書いて出すかもしれないです、投稿。ちょっとそこだけご了承ください。なので今回はね、ちょっと忍さんと義勇さんなんですけど、ちょっと義勇さんの方も忍さんの方もね、本当はもうちょっとね、あの進んだ時にそのね、あの俺はお前らと違うみたいな、その発言とかなんかね、そういうのとかね、そのやりたいんですけど、まぁ、ちょっとあの今回はその最初の頃の、コースということでちょっと単調になっちゃいました。はい、ということで、まあ見ていただいてわかるように、まあ忍さんといえば毒なんですよ。なのでもうここからノータイム、もう説明せずともわかると思います。はい、こういう感じで、もうあのリフトというかコンベアがブワーって、もうあのどっちがどっち向いてるかわからない。そしてあと、まあ蝶ということで、はい、まあ、上からひらひらと舞い降りてくる蝶っていうことをイメージして、こういう感じで毒でパラシュートつけて、あの降ってくるみたいな、はい、感じにしました。ということで、まあ忍さんは大丈夫かなと思うんですけど、ちょっと義勇さんの方がちょっとね、あの皆さんからしたらおいふざけんなってなるかもしれないですけど、行きましょう。行くぞ。やり直し、ちょっと待って、忍さん、はい、行きましょう、よろしくお願いします。まあ投稿しようかな、じゃあ忍さんは参る。こういう感じで、もう喋れないの。もう加速するんですよね、これ本当に。ガン、はい、だったー。ギャ、ここで一回待とう。一回待って、はい、よっしゃ、ダーン。で、くるんくるん。で、こ、よし来た、よし、止め、はいだ、隙間を縫って、え、来た、キャー。これはなかなか地獄コースの予感がしますな。自分で作っといて、あれなんだけど。あ、飛ばない。で、ここ飛ばない。いや、最後がなー、最後がー、きついんだよね、ほんとに。ここはこうして、で、飛ばない。で、ここ、よーし、あぶねー。これ皆さん結構難しいから頑張って。さあ、そして皆さん、こちらです。義勇さんのコースでございます。まあまあ、一応ね、まあ、水柱ということで、これは言っていいよね。言っていいよね。あ、ということで、まあ、まあ、一応水中ステージというふうにしております。はい。で、ですね、今回こちら、もう、敵および、まあ、味方というか、味方という名のキノコもいません。まあ、それはなぜかというと、嫌われているので、忍さん曰く嫌われているので、誰もいない世界というものをちょっと作らせていただきました。ちなみに言っておきます。僕、義勇さん大好きです。はい。それだけ言っておきますね。あの、ネタとしてちょっと言わせていただいてるんですけど。で、ちなみに、この義勇さんじゃないわ。このコース、相当難しいです。はい。じゃあ行きましょう。水中ステージっていう時点でまず難しいんですけど、まずここら辺でいけるか。ここまでいけるね。こっからなんだよね。このギリギリをね、攻めていく。で、ここで待機でしょ？で、ここで待機で、ちなみに下行けちゃうんですよ、これ。だから、これ、後で、トゲ入れときます。はい。で、水中でここ待機して、でも、下にトゲを入れることによって、待機も難しくなる。ガーリン！申し訳ありません。ちょっとここから始めさせていただきますね。下にトゲを置くことによって、こういう感じで、待機もしないといけないと思いますので、結構難しいコース作れるんじゃないのかなと。いや、一回また、一回帰ります。いやー、このコースはね、正直ちょっとクリアチェックっていうか、事前にやった時ね、結構やばかった。中間置いてくれって思いましたね。この、なんでこの制作者はと。なんで中間置かねえんだと思いました。はい。ここまではいいんですけど、こっから後半がね、厄介なんで、とりあえず来ましたよ。ファイヤーバーですよ。ファイヤーバーが結構厄介でございまして、ね。で、ここは無駄に置いてみたトゲですね。あまり意味はありません。休ませませんよっていう意味です。意味合いでございます。はい。ここなんだよ。ここ。ここが、
タイミングが合わないといけないので、ちょっともしかしたらここ倍速になるかな。今これ今だね、今だね、今。まあこれ僕の場合こうやって今さやられたらさ、ちょっとまあカットじゃないけど、まあ、ちょっとセコ技使ってるじゃないですか。じゃなくて本当にあの今だね、このタイミング、このタイミングで、でちょっと進んじゃうとこれキラー出てくるんで気をつけてくださいね。はい、まあでもこのキラーの子はそんなに難しくはないんだけど、さっきのところだね、さっきのところが多分僕やられてたらまたやり直してないですか。でまたタイミングが変わってるんですよね。ちょっとそこら辺が難しいかなと思います。ちなみにトゲトゲも事前に結構やったんでなんとかなったけど、まあ、結構難しいコースになってるんじゃないかなと思いますので、ちょっと、この後クリアチェックとか下にトゲを置いてクリアチェックして投稿したいと思いますので、よければやっていただけたら嬉しいです。はい、あれからですね、まあちょっとまあ撮影終わったんですよね、富岡義勇さんのね。終わった後にね、あやばい、これはさすがに、これはさすがに怒られるっていうか、まあ怒られるっていうかね、僕のリスナーさん方は優しいのでそういう方はいないと思うんですけど、やっぱりその期待してくださった方的にはなんかね、やっぱり忍さんのコースも義勇さんのコースもやっぱりちょっと単調だったというか、なんかあんまりだったからちょっと納得いかなくて、ちょっと作りました、もう一個。はい、ねずこの、コースを作ってみました。まあこれもね、その上手いかどうかとか別にして、まあ一応頭使わせていただいたんですけど、まあねずこといえば、まあそのまあちょっとそのネタバレとかのために言わないんですけど、まあ一応太陽に当たるとね、まあ焼けてしまう、まあ鬼なんで、太陽に、当たると焼けてしまうので、現在昼ですね、昼の状態で、まあこれが鬼だと相手のね。で、まあさすがに戦えないっていう感じなんですよね、ここで。ほら、こういう感じで、もう攻撃する手だってか、もうこいつと戦えないんですよ。もう全然。なので、ここで、耐えつつ、耐えつつ、危ない危ない危ない。いい！で、耐えつつですね。で、なので、じゃあ、倒しちゃった。まあ倒したけど、あれはちょっとまあ関係なしだとして、屋根っていうかその光、まあ光に浴びないようにこういう感じでしか、戦えないと。なので、夜になるまで待って、夜になったら、もう普通に戦えますよという。はい。本来の力を発揮できますよっていうコースを作ってみました。だから、昼はもう逃げ惑うしかなく、まあ、痛い！こうなったら負けます！こうやったら負けます！負けるのは正直予想外でした。ごめんなさい。ごめんなさい。助けてください。お願いします。やめて！熱いよ！いや、まあ、油断しなければね。今ちょっと本当に、ぽーっとしてたんで、負けたっていう言い訳だけちょっとさせていただいて、まあ、基本は負けない！大丈夫！あれ？あ、突き取ったら、クッパって消えるの？それは知らなかったけど。まあ、こういう感じで、本来の力をね、夜だと出せるっていう感じの、コースを作ってみました。で、鍵を取って、まあ、いつも通り、ゴールに入るっていう感じですね。まあ、どうなんだろう、これ、ねずこちゃんのコース。ねずこちゃーん！クリアだ！あ、ちょっと面白そう、これ。スピンする系かな、多分。ドッスンとパックンがあって、下にトゲがあったので、おそらくスピンをずっとし続けていくステージだと思うんですが、ですね。参りまーす。はい。まあ、これは簡単そうだね。でもクリア率 4. 何パーセントだったから、まあ、だんだん難しくなっていくのは、まあ、さすがにこれでクリアだったら、さすがにちょっとお蔵入りだとは思うんですが、お蔵入りにはしなくても、もう、ワン、イエス、危ないね。なるほど。これが、難しいと、言ったところで、あらら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 ら、あららら、クリアしちゃった。よし、じゃあ今度このコース行きましょうか。ちょっとさっきは 4% だったのでね、2.49%。これだったらまあ、あれかな？でもタイムアタックか。どうなんだろう。30秒マリオだと僕は予想します。ベストクリアタイムが27秒とかだったので。あ、違う、300だ。これ、このままいけるんじゃない？いけるよ！いけないよ！あ、トライアングルどうして何がいけるだってって。ごめんなさい。あばおく！こう。あ、こういうことね。オッケー。で、丸々もろもりに乗ればいいんだよね。乗って何の意味がある、ある、ないよね。全然、なかったんじゃない？いる必要。いや、これ、助走つけないといけないのかな。はい！はい！よし、来た！いいぞ、素晴らしいぞ。なんだ、なんだ、なんだ、なんか動くぞ、動くぞ、動く、部屋。大丈夫、大丈夫だ、部屋。落ち着け。なんということは。ないのだよ。よしよし、いい、危ない。ふう、お前をビビらせるなや。え、あオッケー、こうでいいの？この靴はまあ後々、でもこれさ、靴あるからさ、これ下いけるんじゃない？まあ一応、ああ、なるほど。
いるって、まあでも乗り捨てれば最悪良かったのか。で、中間があるから、まあ絶対これがいるっていうわけではなさそう。ということは結構有利なんじゃないかな、これ持ったということ。おっと、クリア率 2% だが、トライアングルさんにとっては、お茶の子、支えのサイサイ。だ、何してんだ、あんたバカ！あ、ちょ、待って、あった、あった、あった、自殺しないで。待って、お母さん違うじゃん。一回待つ。で、待ってよ。ここはまあまあまあ、こうでいいでしょう。で、一回待ちましょう。そう。ここでさっき焦ってしまったがゆえ、先ほどの失態を犯してしまったと言ったところだ。大丈夫か？いけるね、いけるね、大丈夫だよね。危ないね、今危なかったね。お、あ、ゴール、ありがとうございます。勝ち運あり。何言ってんだ。じゃあ、鬼滅のコースということで、前も聞いたんで、その、あれなんですけど、最新のが出てきたので、まあ、ちょっとそういう気をちょっと、せっかく鬼滅のコースはね、ちょっと鬼滅の曲で終わりましょうか。まあ、グレンゲね。で、終わりたいと思います。ということで、じゃあ最後、おまけですかね。よかったら聞いていってくださいというか、ぜひぜひ。すごいクオリティが高い、はずなので、ランキング2位はすごい。じゃあ行きましょう。黙ります。ん？ちょっと待って、なんか一瞬、あ、ごめんなさい。ちょっとコメントが出てたので、一旦消しました。改めまして、黙ります。ねえ、少しやー